こんにちは、書道教室みさきのむくとうみさきと申します。よろしくお願いいたします。はい、今回は漢字の筆順の法則を今からご説明させていただきたいんですが、漢字の筆順には一定の法則という決まりがあって、もちろん中には例外もあるんですが、そのいくつかある法則の中で今回はこれを覚えておくと便利な法則を今から説明していきます。はい、では今こちらに書いております川と漢字の山の字がありますよね。この字もちろん皆さんご存知と思うんですが、川の漢字は1、2、3書くですよね。で、山の漢字は1、2、3。はい、この時点でお気づきの方いるかな。川は左から右で、山は上から下ですよね。で、川のスタート、一画目の一番最初の1は左上ですよね。で、三画目の終筆終わりの1は三画目の一番下になります。右下ですね。はい、それから3のスタートの位置も左上で、終わり3画目の終筆終わりの位置が、右下ですよね。これを線で結ぶと、じゃーん、こんな感じになっております。左上から右下へ、左上から右下へですね。そうなんですよ。漢字にはの筆順は一部、まあ例外を除いて、左上から右下で終わるというのが一定の法則になっておりますので、もしテストなどで、この筆順何だったっけって筆順忘れてしまった場合、あ、そうそう、左から右下へ、上から下へ、左から右へっていうのをしっかりと覚えておいてください。一番大事なことは左上から右下へということになります。そしたらこれ以外にも一回消していいですか。あともう一つの漢字でご説明したいんですけど、平っていう漢字ありますよね。平は一画目、二画目、三画目、四画目、五画目。この字も見ていただくとお分かりになるかと思うんですけど、一画目は一番上からスタートしてて、二画目は、この同じ場所に点があったら、左から2ですよね。で、3、降りてきて4画目。五画目は、この真ん中から下へなんですけど、だいたいこの長い線が入ってる漢字というのは、長い線は最後に書くことが多いので、これが五画目になります。同じ場所に点がある場合は、左から書いてあげてくださいね。はい、では、今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。では、じゃあねー。